はい、こんにちは。今日はちょっと物好きなことをやってみようと思います。ここですね、フロントフォークブーツですね。フロントフォークブーツをつけたいと思います。実際に 250TR は新車時からついてないんで、別に機能的に必要なわけではないんですけど、結構旧車にはよくついていて、この雰囲気が好きなんで取り付けたいなというふうに思いました。今回はオスカーから出ている 250TR の専用品ですね。長さとかもぴったり合うんで、これをつけたいと思います。汎用品だったりとか、それから横がパカッと開いて簡単につけられるようになってるタイプっていうのもあるんですけど、それだとフィット感があまり好きじゃないので、ちょっと手間なんですけど、しっかりと取り付けしてみたいと思います。フロントのフォークブーツですね、ここの間に入れるんですけど、実はちゃんとつけようとするとこのフロントフォークを一回外さなきゃいけなくて、実は見た目の割に結構取り付け面倒なパーツです。フロントフォークを外すためには前を浮かせなきゃいけないんですけど、本来はバイク用のジャッキを使わなきゃいけないんですけど、これは真似しないでください。ちょっと試しに、これ、ガレージジャッキと馬で持ち上げてみようと思います。多分、バイクはそんなに重いもんじゃないんで、こんくらいでいっちゃうと思うんですけど、なんかすごい不格好にはなりましたけど、なんとなく車体を多少揺らしても安定していて、前がこんだけ浮いたんで、これで作業してみたいと思います。まずブレーキキャリパー外していきます。多分フロントフォーク外す上で一番めんどくさいのはキャリパー外しと、タイヤを外すことだと思うんで、まずキャリパーからいっちゃいます。私もこれ外したことないんですけど、多分ここで外れると思うんですけど、ただキャリパー外した時にパッドが勝手に入らないように気をつけないと、後で戻すのがちょっと面倒くさいかもしれない。止めているボルトを外します。これ2本で簡単に外れるんですけど、ここのパッドのところが閉じないように気をつけた方が後で面倒じゃないです。スピードメーターケーブルを外します。これはもう簡単に回ってるだけで、ここを回したいんですけど、おそらくこっち、ここを緩めてやると簡単にここは回ると思うんで、これを左右両側をまず緩めてやります。で、そんなに強くは締まってないと思うんで、全然締まってないですね。締まってないんですけど、こっちどっちかが、こっちかな、これ短いのが入っていて、あとはボルトが抜けるはずです。で、ボルト抜いてやればタイヤが外れます。タイヤ外れたらもう終わったようなもんです。多分こことここステム2箇所
ボルトを緩めれば多分下に抜けちゃうと思います。このくらい緩めるだけで多分よし、抜いてみましょう。そうですね、簡単に抜けちゃいます。で、外れました。外れればもうあとこれ通すだけなんですけど、なんかね、一応説明書だとここのこれが後ろ側ですね。後ろ側の内側にこの空気穴みたいな点、上にもあります。この点が来るようにしてくださいっていうことなんで、一応説明書通りこの位置に設定したいと思います。で、穴の位置ちゃんと確認したら、一回ちゃんと固定する前に戻しちゃいます。で、まあ、がっちり止めないで仮止めしておきます。反対も同じ要領で緩めてからブーツ入れちゃいます。本当はタイヤをつけてから、これがまっすぐどっちが前後ろっていうのが分かるようにしてから、両面テープでここを止めてくれって書いてあるんですけど、タイヤつけちゃうとこの後ろ側の両面テープがすごく張りにくくなっちゃうので、これフォークのここ真ん中にラインが入ってるんで、ここを真後ろとしてもうこの状態で両面テープつけていっちゃいます。シリコンオフで脱脂します。付属の両面テープをフォーク側に貼っていきます。さすが付属なんでぴったりのサイズですね。両面テープ貼ったら、このラインに対して穴がちょっとだけバイクの内側に来るように向けて、結構ぴったりなんで、これ両面テープやるの結構大変なんですけど、めくりながらやっていけばなんとかなりそうな感じですね。あとはブレーキパーツクリーナーとかで一回ツルツル動かしちゃってからでもいいと思います。ぴったり貼れました。今度は反対なんで、ラインのですね、ラインの右側、バイクの内側の方に穴があることを確認して、両面テープで取り付けていきます。OK です。ここまで行ったら、あとは元に戻すだけです。位置をしっかり合わせて
押し込みます。軽く止めます。フロントタイヤの周り確認します。タイヤ OK だったら、締め込みます。ブレーキキャリパーのパッド一応そのままにしたんで、今閉じてなさそうなんで、おそらくディスクにちゃんと入りますね。多分ほぼぴったりなんで、ずれることはあんまなさそうですけど、念のためタイラップで止めておきます。どうでしょうか。好き嫌い分かれる部分だとは思うんですけど、私はこのブーツのついた雰囲気が好きです。